はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビジです。では今回は三国志14曹操でのプレイ続きをやっていきたいと思います。で少しだけ、時間を進めてまして、まずですね、旧董卓、その後牛歩になった勢力を完全に、制圧で滅ぼしています。でそれに伴って、配下になった武将もだいぶ充実してきていまして、ちょっとご紹介を先にさせてください。まず能力でね、ちょっと見ていくと、統率はやっぱり曹操なんですけど、芝居が、配下に加わっています。まあね、芝居が入ってくれたらだいぶ、バランスの取れた武将配置ができるかなと思っています。で、統率99も化け物なんですけど、魅力、政治、知力がね、全部90オーバー。まあ、武力はね、さすがに63というところなんですけど、まあ、こういう状態です。あとはですね、長領。ついに長領も引き入れてまして、統率96、武力92。このあたりもね、もう申し分ない、部分になっているかなと思っています。武力で言うとですね、ついに呂布を超えて、天意、巨長、関連。が100オーバーになってます。このあたりもね、申し分ないかなというところですね。で政治でいうと純育、各派、このあたりが、実は今都督になっていて、第2軍団と第3軍団を任せているのがこの、純育と各派になります。じゃあ今ご紹介した軍団なんですけども、まず第1軍団曹操ですね。ここは主力の武将を集めていて、まあ、曹操自ら率いていると。で第2軍団が閣下が都督を務めていて、攻略目標が袁紹になってますね。で、純育の方も第3軍団を任せていて、劉邦の攻略をお願いしているという状態になります。ではこの状態で、続きを始めていきましょう。まずは曹操のもとに優秀な武将をね、かき集めていきたいと思いますので、時間を進めていきます。袁紹、劉邦、ここをね、同時に攻略する力が今の曹操ならあると。で曹操自らはですね、袁紹攻略の方に向かっていこうかなと思っています。今洛陽に曹操が入っているんですけど、洛陽に入っている兵が2万5000なんですが、これ今輸送中で、ここにいますね。違う、全然違うところにいる。どっから兵を輸送させるかな。陳留に5万8000。巨匠に3万8000。どっから軍をかき集めるかだな。まあ、部位は置いておいて、天水、長安。しょうがないね。ラグヨにいる2万5000で、牧羊に4万6000。牧羊に入ってる4万6000。いやー、これは厳しいな。で、行には、これまたびっくりの、恐るべき兵力7万。いや、これさ、袁紹とまともにぶつかるのは危険極まりないな。なんとか、ね、一撃で敵を葬り去る術を身につけないといけないな。で、牧羊は入っている武将。義援が統率85、武力93、大衆。やっぱりそうなると牧羊だな。先に牧羊の攻略。外交面は、同盟はしっかり残しておきたいので、同盟をしっかり残して、袁紹攻略に乗り出しますか。じゃあ、最低でも倍の10万の兵が欲しいよな、僕を攻めるのあれば。
ランク用に2万5000しか入っていないので、そうだね、上腕から兵を輸送に入れましょう。これは致し方なし。兵2万、金5万、兵糧5万、これを一度楽用に入れましょう。行くとするか。ではこれで時間を進めていきます。よし、ここで義援が炎章から独立しましたね。これはでかいぞ、むちゃくちゃでかい。これで一気に牧羊の攻略が進むな。ではこのまま牧羊攻略を進めていきます。はい、では楽陽にですね5万の兵が入りましたので、今探索に出ている将兵が戻ってきたら、楽陽から5万の兵を率いて出陣していきましょう。炎章隊を叩く絶好の好機。使者がお待ちです。まずは金を受け取っておく。金はいくらあっても困らん。報告いたします。では楽陽から出陣していきます。5万の兵が出せるので連携をうまく駆使してですね行きましょう。まあ、芝居は置いておいてこれくらいかな。9人、曹操は1万、宗人は8000は身に厳しいな。4000ぐらいずつで兵をまとめていきますか。こんなところかな。あとは天意の部隊をマックス配置、加工トンもマックス配置。さあこんなところでいいかな。これで計5万を率いて一気に牧羊を取りに行きます。皆の者、そうだね、出陣だ。で各家の部隊が炎章と交戦するので、まあ、必要に応じてこれの支援もね、行っていこうと思います。みんなこちらに金を貢いでくるな。ダメだな。朝鮮がいたね、今ちょっとちらっと飛ばしちゃいましたけど。ご確認ください。さて軍を率いて牧羊に今進行中だね。で牧羊の方には3万の軍勢が入っている。3万の軍勢とまともにぶつかるのはかなりしんどいな。どうや、うまくいった。何が起きた。使者が到着しました。さあ最後ですね、ここも金は受け取っておきます。
さすがに早いな、加工園は。そしたら加工園は一旦占領に入りましょう。確実に兵団を確保しておきたいので。死者が到着しました。いや、みんなこの曹操にひざまずかんとしてるな。まあ、とりあえず同盟は延長しましょう。この時点では対等な同盟ですからね。まだ死者がお待ちです。同盟12ヶ月であれば一旦受けておこう。今は袁紹、こことのね戦いに専念したいので。聞いてください。で、袁紹との戦いと合わせて劉邦との戦いを一旦純育に任せているんで、傭兵官は取ったけど白水官が取られてるな。この辺りはしっかり純育に任せましょう。で、こちらは牧羊の攻略に向かう。で、各家の方は袁紹との戦いに突入をしてもらいます。士気の低下に混乱、足止め、この辺りは滞りなくまんべんなく入れましょう。上々だ、造作も。よし、白馬取ったな。守備は上々です。聞いてください。牧羊が燃えてるね。このまま一気に牧羊の攻略に入りたいところですね。合わせて、まあ、面倒ですが、この辺りの袁紹への滞りのない謀略は実行しておきます。喜べ、お喜び。こんなものうまくいった。読み違え。牧羊を取ることはとても重要ですからね。使者が面会を望んでいます。張飛がやってきてるのが見えたね。今達成いたしました。よし、徐々に徐々にこちらの勢力が増えてるね。牧羊を袁紹と曹操で、まあ、取り合う展開になってるので、ここは間違いなくこちらが取れるような努力をしていきます。まさに牧羊の争奪戦だな。お持ちしました。張飛が来てるので張飛との戦いになるね。よし、白水館を突破。翻って牧羊だな。使者がお待ちです。曹操は1万500を率いてるので、そう簡単にはねやられないという前提で、このまま軍を進めていきます。張飛も一気に押し潰せるな。では混乱、足止め、家計に家計、芝居の家計は 55% か。もうちょっと確率上げてもいいよね、芝居だったら。こんなものだ、
達成いたしました。さあ合戦だ。やぞ、しまった。よし、イエンを捕らえた。初段だ。死んでもらおう。こんなところで。これもうさ、トップが倒れたんだから、僕よ取りたいぐらいだよね、このまま。よし、一気に半分削った。と要していく。そしたら捕虜だな。供養を取ったので全員取ろう。その後は一気に炎症の攻略に入りましょう。ご確認ください。どうなって。そしたら炎症軍とどこでぶつかるかだね。平原を目指すか、行を目指すか、どっちを目指すかだな。まあ、行を目指す方が確実性が高そうかなとは思うんですけどね。悩ましいところですね。順位区の方を見ておくと、白水館を突破したね。白水館突破したので、このまま一気に南下をしていこうというところですかね。で、牧羊を取った後の進路ですね。いや、本当に悩むな。平原に行くか、行に行くか。まあ行にしましょうか。行の方が確実性が高そうだ。どうした。では軍を続けて指揮していきましょう。あ、ちょっと待ってね。まずは追っ払うのと移動で呼び寄せた方がいいかな。武将ある程度の数ね。洛陽から人を呼びましょう。今からにすると結構きついですからね。 V からも乗る。で、洛陽からは何人かを戦える武将を中心にね、呼び寄せましょう。芝居も呼ぼう。早急早上長領、この辺りまでかな。一気に呼びます。行ってくれ。で、イベントが見れるのでイベント見ていきます。はい、というところで、じゃあ今回少し短めですが、要衝中の要衝、牧羊を取ったので、この次はですね、いよいよ炎章との本格的な決戦に、入っていきたいと思いますので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。